形県新発田市に私たちの通う慶和学園大学があります。ここ新発田市は美味しいものがたくさんあると聞きますが、一体どんなものが食べられるのでしょうか。それでは新発田駅周辺にあるおすすめの店を聞いてみたいと思います。美味しいお店を知っていそうな職員の方に聞いてみることにしました。キャリアサポート課の川崎さんにお話を聞いてみたいと思います。失礼します。すいません、川崎さんいますか。突然で申し訳ないんですけど、新発田の商店街で美味しいお店知ってますか。大連軒っていうところのチャーシュー麺がおすすめです。あ、実時から、はい、わかりました。じゃあお願いします。4人で行きます。もう長くないんで広告の取材はやめてほしいと言われたので、実はメンバーちょっと緊張気味です。このお店は今ご夫婦で切り盛りしています。はじめに奥さんにお話を伺ってみました。32年の7月、はい、今年60年になります。昔ながらのことしかやってませんけども、インスタントとかそういうの全然使わなくて、豚骨とかそういうのみんな入れまして、昔ながらのやり方で、はい、基礎はみんな同じんだけど味付けだけ変わりますよね。そうですね、やっぱり麺類でチャーシュー麺とラーメンとか麺類全体に人気です、はい、柿田くん、チャーシュー麺とラーメンどっちがいい？ラーメン、ラーメン、チャーシュー麺。ごめん、もう来たよ。北朝鮮がもし実際に考えているとしたら、地域への影響だとか、東アジア全体への影響が大きいですよね。終わったかな、仕事どうだ。せーの、いただきます。誰も緊張できなく発展できないようなね。一人一つ、一言、一言、うん、いいよ、それ、それは何、はい、私はタンメンを頼みました。食べてみたいと思います。じゃあ最初にスーパー、あー、美味しい美味しい。ラーメンかいい。これもうちの人気者ですので食べてみてください。いいんですか。はい、どうぞ。わはい、1人目5個なんだけど、ラーメン食べたか食べられないと悪いから2個ずつありがとうございます。どうぞ食べてみて。じゃあいただきます。うん、結構重い。肉厚いよね。皮が肉厚い。めっちゃジューシーです。中がめっちゃ詰まってますよ。次に店主さんにもお話を伺いました。昔と今とで客層は変わったりしますか。変わりました。やった時なんてインスタントラーメンなかったもん。ああ、まだインスタントラーメンできてない頃だったからね。あ、そうなんですか。うん、どんなお客さんが来られたんですか。昔お客さんってラーメンってすごくごちそうだったからね、当時は。あ、うん、何百も出る時代でした、当時は。あのさっき電話させてもらった時に、はい、長くないんでって言ってたんですけど年がね、もうそろそろやめようかなと思って。あ、そうなんですか。
そんな時もないから、そう、もう年だから80歳ですね。すごい元気ですねだから体力がもうね、でも全然まだ大丈夫って感じ。お客さんには、ね、まだやめないでくれ、やめないでくれ、体力が問題ない若いお客さん来ます、かなり、はい、やっぱり雑誌とか見て来るんですか、ね、うん、まあ、まあ、そういうんじゃないからね。今インターネットありますからね、インターネットにも載ってるとかって言ってくるから、うちなんかしたわけじゃないんだけど。あ、そうなんですね、うん、宣伝とかは特にしてないけど。宣伝はしないもん宣伝なしでお客さん寄ってこないと困るんだだから宣伝は困っちゃうんですそうなんですねあのやっぱりこれ昔のデッチに入ったような状態ですよね。何ですかそれ、何ですかそれ。見習い、ああ、見習いに入って昔はデッチってデッチ、へ給料はないですね、文章月ちょっと小遣いもらってくれるんで、それ当たり前でしょ。一番思いは食べ物のない時代で過ごしてきたもんだから、そういうものに憧れるんですよ終戦直後のこれ食料の値段を経験してるから。私の師匠は、ね、中国の引き上げ者ですもん。それ大連、それで大連っていう名前に、そのあれをもらった、のれんをもらったっていう名前。その師匠さんって方は中国で習ったとかじゃなくて、いや中国で やってたんじゃないかな。やってたんですか、うん、あのなんかね、モコに食堂、社員食堂みたいなやってたみたいなんですね。それ満鉄だからこれ、あ、そこで満鉄の食堂みたいなのがやってたって感じですよね、はい、ちなみに師匠さんは今はもう亡くなりました。生きてるわけですよね。もう特にですよね、一応もしかしたら生きてるかもその弟子が80歳だもんね、もう大丈夫です、大丈夫です。いやいや、そんな、いや別にこれ広告とかじゃないんで、私たちの授業なんで、はい、ダメなんで、半分だけもらう、すいません、ありがとうございます半額ということで来れば